じゃあ香港最後の夜に乾杯。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 いただきます。いただきます。これがカエルちゃんです。見た目はもう美味しそうや。カキの赤いよ。だしめっちゃ出てるじゃん。オイスター。めっちゃうまい。ゴリー。沖縄。香港。そうだ。ゴリー。香港だったね。はい。ラストナイト。最後の香港です。ここが本当にラスト香港ディナー。はい。ここは煮込み料理が有名なお店らしい。うわ、楽しみ。まずアルコールじゃないですか。まずアルコールでしたっけ。あれ？いや、まずは伝説だな。伝説だから。今回お世話になってますから。行ってみましょうか。なんで、あ、出た。あったかいやつ。出た、あったかいこれも。あの冷たいものは体を冷やすということで、夏だろうが店で出る飲み物はあったかい。これお茶だね。でも本当にやっぱり昨日結構飲んだじゃないですか。でも今日僕朝の5時に起きたんですけど、いつものようにすっきり起きれましたよ。僕らのせいで満タンかもしれない。パンパン。いただきます。どうでした香港この2日間。中国映画、香港映画っていうのは見てきたから、本当そのままの雰囲気っていうか、俺はもう本当ブルース・リー、ジャッキー・チェーンに憧れて生きてきたからね。なりたかったんだもん、ジャッキー・チェーンに。なんかあのカンフーの格好の衣装買いたくなってきたもん。じゃこれ買ってる場合じゃなかったじゃないですか。これ、いやいやいや、これはこれで好きだけど、香港島の銀座に行った時に急に恥ずかしくなった。おしゃれな人がいっぱいだから。俺、何恥ずかしい。ブルースリーバージョンもありましたもんね。あったあれ、迷ったな。ちゃんとアイラブ香港の方が、ね、チャンネルに対してこう王道かなと思って。びっくりした、黒 T だったこの人。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。おー、そうそう、めっちゃうまそうなんだけども。めっちゃうまそうなんだけど。じゃあ、香港最後の夜に乾杯。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 いただきます。いただきます。うわー、うまい、うまいわ、うまい。これあ、カールズバーグだ。プレミアムだって、カールズバーグの。うまっ。これ何ですか。アヒル、アヒルだって。うわ、どんどん来た。行きましょう。行きます。いただきます。アヒルどうぞ。あのね、カモみたい。カモと変わんない。うん、おいしい。脂身が少なくてさっぱりする。その分タレを味濃くしてるから、うん、美味しく食べれる。うん、うわ、いっぱい来た。ヒデリンがいる。ヒデリンがいる。これをつけていただいて、うん、出た。これが本当です。これはチリソース。これもこれ。これがチリソースで、これがお酢。そして小林さんが食べてるのが今ホルモン。ホルモン。ホルモン。うん、どうですか。ホルモンね、案外あっさりしてるから。あ、うん、さっぱりお酢つけると。日本ってさ、ホルモンの煮込みとかてっちゃん焼きとかあるじゃん。こっちの方が味が濃い。案外こっちの方が濃いようであっさりしてる。うお、あ、大臭いある、これ。ちょっと魚醤っぽいというか。でも俺は好き。辛い、辛い、辛い、辛い。ビールじゃないですか。あ、これね、全部無理。あー、マジですか。ちょっといただきます。さあ、ぜひ。うん、カモ、カモ、ね、うまい。ニラの炒め物。ニラ。うわ、海鮮がいっぱいある。エビだ、なんだ。いただきます。酒飲みが好きなやつ。めっちゃ味濃い。ニラとイカとかの炒め。お楽しみください。ありがとうございます。うん、グッドプロナンシエーション。いただきます。おいしい。これ、これの、これがアヒル豆腐。あ、豆腐、揚げ豆腐。おいしい。食べてみた。変わってるね、こういう揚げ豆腐。いただきます。うわ、日本と全然違う。うまっ、うまっ。このね、お菓子もこれ、
チーズっぽいっていうか、あ、チーズなんか、そう、なんかね、あのね、柔らかいチーズ食べてるんだ、豆腐とチーズの間も熱いんだよ、そうなるんだよ、肉ってなるんだよ、あ、うま、めっちゃうまいな、え、熱っだよ、これもしかして、うま、これえ、なんか来た、違うよ、これもしかして違う、これは、あの、かき、かき、これさん行きましょう、これは何かつけるんですか、このタレです、このタレこれ、かき揚げみたいです、うわ、いい音、ハムラス、これかき、かき、絶対うまい、うまっ、カキうまっ、え、そんなんすか、俺カキ好きなの、めっちゃうまい、もう一本タレつけて、あ、黒い方、黒い方は、あ、甘くなるんだ、カキ美味しい、ゴーヤとカキやつ、どっちが好きとかあるの、これ沖縄に流れる、まあ、世界に配信されるかもしれない、ゴーヤ流れ、あ、今、カメラ切ってますカキ両方好きこれ、そのカキフライの感じと違いますけど、確かに、いや、あのね、薄皮ってすっごいパリッパリなの、皮パリッパリだけど、中のカキがホックホク、超ホックホク、めっちゃうまい、それゴッと、ゴッといっちゃって、ゴッと、うわ、いいとこそれ、うわ、いいとこ、これつけない、大丈夫、え、これプレーンいいよ、いいよ、これでも美味しいと思う、そのままごめんなさい、むっちゃ合ってくるいや、いけるいける、プリンプリン、うまい、海のミルクです、これはもう定番のやつ使った言うことないから定番のやつ、バリクツーでしたね、これお菓子だな、もう豆腐がお菓子って珍しいかも、味がチーズっぽいんだよね、粉チーズを周りに乗っけて中はとろけるチーズみたいな、でも豆腐っていう、うまいわ、これめっちゃ美味しい、うまい、これ酒飲み、これめっちゃ美味しい、 What is your favorite food? Oh, number one, number one.どうぞ、あー、キャビー、リクさんどうですか、リクさんだったらこんな感じ、地元ぐらい、あ、アヒル、地元でも人気、小出さんは、小出さんはでも、カキだ、あー、日本人これ好きですね、へぇ、小出さんどれがいいえぇ、大きい子、誰が大きい子や、僕なんすかね、みんなでこうやって囲んでる時間ですかね、心きれい、心きれい、ありがとうございます最終日なんで許してください、みたいにナンバーワンどれですか、この香港香港っていう街がもう一番これがカエルちゃんです、見た目はもう美味しそう、まあチキンっぽいっすよね、でもちょっとよくチキンに例えられるよね、似てるって、はい、いきます、はい、なんだこれチキン、あ、チキンよりは歯ごたえが肉感あるんですか、あるある、じゃあいいっすか、全然俺好き、よくささみみたいな感じ、全然好き、これ、え、これ外のやつ辛いっすか、はい、いただきます、あれは鶏なのかな、うまい、おお、鳥っぽいですね、うん、昨日ヘビ食べたじゃないですか、あれに近い感じです、ちょっと食べて、いやいや、ヘビ感がない、だいぶうまいかもしれない、うん、普通に味付け濃くてちょっとスパイシー辛くて塩コショウ強めで、外はもうカリッカリ、唐揚げもカリッカリで、でもやっぱり鶏肉に近いね、近いですね、1週間唐揚げか1週間これどっちの方が嬉しい、でもこれは嘘じゃなくて1週間唐揚げの方が嬉しいですよね、それは嘘はそうなんですよ、でも別にこれでも家じゃない、ぐらい全然差はないですもんね、要するにどれも聞くから、変えるって聞くから、あー、なるほど、ただうまい、全然もう何の臭みもないし、骨が多いだけ、うん、あ、うまい、美味しいです、
フライドチキン感。そう、この衣がめっちゃうまい。めっちゃ骨。そう、イメージだけだよね、だからこんな。あ、おいしいです。そうですよね。なんか来たよ。あ、え、カキの粥、粥だしめっちゃ出てんじゃん、オイスター。粥の粥、うーわ、うわ、やばやば。でも優しい。確かにちょっとね、胡椒のスパイシーさもあった方がいいのも分かる。いろんなもん来るよ。すごっ。これは何ですか？ The table is very hot. Very hot. Very hot. What is this? What is this? Chicken. Chicken. OK. カギいきます。いいよ。お願いします。ハードマンク。はい。うわー、うまい。うわー、ミルク、本当ミルク染みる。いや、うまっ。うわ、締めだな、これ。米はタイ米。うん、そう、長細い。それがサラサラしてる。香港は基本タイ米なんですよ。あー、これは美味しいんじゃない。うまっ。どうした。いや、めっちゃ偉い。一気に食っちゃった。なんか香港の料理って美味しいから、熱々のうちに一気に食っちゃいますね。香港の人って太らないんですか？太ります。ほら。全然太ってない。これマジで、これマジ太るわ。ってことで、今もちょっと酔っ払ってますけれども、最終のあの香港の空港に今から飛びます。今から多分ちょっと寝て、その後はもう空港だと思う。飛ぼっか。せーの、ビューン。さあ、ということで2泊3日の香港の旅終焉を迎えます。今から東京に帰るので、もちろん I love 香港の T シャツは脱がしてもらいます。いや、もう今回ちょっとエメラルドのT シャツに。エメラルドの T シャツですね。買いました。いや、まあ本当に久しぶりの香港で、まあ僕が5年以上前に来た時は香港ディズニーランドのロケだけだったので、香港島とか空論島とかあんまり回れなかったんですが、今回改めて本当に香港らしい香港を学んで、何が一番印象に残ったかって食です。もう食、もう本当このためだけに来てもいいかもしれない。もう香港料理自体が素晴らしくてですね、酒飲みにはもってこいの。味が濃い濃い濃い、まさかのチャーハン薄味、ね、ちょっと日本とは違った感じの味付けでしたけれども、普通の美味しい料理だけじゃなくって、珍味、ヘビもうまかった、カエルもうまかった。香港の料理人に任せれば何でもうまいんだっていう。ですので、もう酒も進むし、あー飲みすぎて心配だなって思った時に、事前に飲む酒豪伝説が役立ちました。本当に酒豪伝説の皆さん、2泊3日の香港の素晴らしい旅ありがとうございました。我々3人も非常にね、胃袋も心も満たされました。これを見てですね、香港に興味ある方はですね、そのお店とか調べていただけたら、もう味は間違いないので、そして香港に来たらあなたも分かる、あ、浮かれたい、 I love 香港、来たいな、はい、でも香港だけにしてください。ということで、改めて2泊3日の香港旅でした。アシ、ごちそうさまでした。ゴリさん、まだミッション残ってます。行きましょう。 OK 出んの。Can I place this? Yes, yes. Door on the door. Oh, okay, thank you. 重要ですよ。あ、そこ悪い。めっちゃいい、めっちゃいい、これ。めっちゃいい。だって外、大行列できてます。人気店じゃん。大行列だ。おお。ポリスどうします？オーナーさんが、はい、そんなに有名だったら上でも撮影してくれる。うわ、すごい。海もいっぱい。見て。うわ、え？すげえ。めっちゃすごい。すごいよ。何これ？嘘なの？嘘、見て。え、こんなに？え？何これ？何これ？え？嘘、嘘。え？え？
何してる俺らがいたとこなんて、はい、本当に俺らは井の中の蛙。え、それは取ってきた。取った。もう、うん、上のあの人数見たら、これだけの料理をあんだけで出すって厨房に何十人コックいるんだっていうぐらい。取ってきたね。びっくりした。ちょっとびっくりしたね。どこまでこの店続くんだっていう。めっちゃでかいからね、これ。